全国から一線級の科学者たちが動員され、後にノーベル賞を受賞する友永真一郎氏も研究に当たっていました。海軍関係者の指揮からは、動員した科学者に食事から風呂まで手厚い研究環境を用意し、開発を進めさせていた実態が分かってきました。海軍の食事ってのは良かった。ここはお米白いのがあった。科学者たちはどのように兵器開発に関わっていったのか。70年目の真実です。ナビゲーションです。戦後70年が経ちまして、私たちの生活は科学によりましてより便利に豊かになりました。では70年前の日本はどうだったんでしょうか。こちらをご覧ください。静岡県島田の旧日本海軍の実験所で撮影されたとされる写真です。ここに写されているのは全国から集められた科学者や学生たち、例えば旧大阪帝大、現在の大阪大学です。そして旧東京帝大、現在の東京大学、そしてその後ノーベル賞を受賞する人まで、日本を代表する科学者が勢ぞろいしていたわけなんです。ここで科学者たちは最新の科学を使いまして兵器の開発の研究をしていました。では科学者たちは一体どのようにして兵器開発に引き込まれていったんでしょうか。昭和16年12月8日、日本は真珠湾を攻撃、太平洋戦争が始まりました。しかしアメリカの圧倒的な物量を前に、次第に劣勢となっていきます。戦局を打開しようと海軍上層部は技術研究所の伊藤洋治大佐に新兵器開発を命じます。伊藤氏は戦前ドイツに留学、電気工学の世界的な権威の下で真空管について学びました。我が理化学研究所が創立25周年、開発には科学者の協力が欠かせないと考えた伊藤氏は、最先端の研究で知られていた理化学研究所に接近します。当時ヨーロッパで最新の物理学を学んだ仁科芳雄氏など優秀な研究者が集まっていました。兵器開発の経緯を記した伊藤氏の手記が遺族によって保管されていました。ポコンと出てきた封筒の中に入ってて、殺人光線でびっくりしたんですけど。タイトルは殺人光線。仁科氏たちと原子爆弾も含めて検討、原爆は間に合わないとして殺人光線に傾いていったと書かれています。どんどん負けてるわけですからね。それはもう必死だったでしょう。殺人光線の発生装置として期待されたのが、海軍が開発したマグネトロン。電流を流すとガラスの真空管の中で電波が発生します。もともと敵を探知するレーダーに使う目的で開発されましたが、伊藤氏たちは改良して強力な電波を上空に発射、敵の飛行機のエンジン部分に誤作動を起こして撃墜しようと考えたのです。そのマグネトロンの研究で重要な役割を果たしたのが、後にノーベル賞を受賞する友永真一郎氏でした。これですか。今回友永氏が戦時中に書いたノートが見つかりました。最新の研究成果に基づき、一流の科学者が分担して兵器を生み出そうとした実態が分かりました。
軍はどのようにして一流の科学者たちを集めたのか。研究所の設立に向け実務を任されたのが伊藤氏の部下、水間政一郎氏でした。水間氏の遺族が保管していた手記、そこには科学者を集めるための周到な準備が記されていました。科学者に参加を要請するにあたり、兵器開発という目的を前面に出さないことにします。殺人光線という目標は戦時中といえども先生方の協力を得ることは至難なので、大電力マイクロ波の完成ということにした。力を注いだのが科学者の気持ちを乗せることでした。快適な生活環境を準備するため、実験所周辺の裕福な家を一軒一軒訪ね、学者の受け入れを要請します。極めて良い毎日を先生方は愉快に過ごされた。偉い有名研究者を一つの目的に引っ張っていくのに、もう一つ取った方法は入浴説得法であった。先生の背中を流しながら、私の希望を申し上げることとした。私の主張を通すように努力し、これが非常にうまくいったものである。当時、東京帝国大学理学部の学生だった森永春彦さんは、終戦間際に実験所にやってきました。その環境は戦時中とは思えないほど良かったといいます。関係がないわけじゃないので、食事はね、食堂がありましてね、はい、これはね、もう皆さんが羨ましがるほどね、うん、海軍の食事ってのはよかった。ここはお米白いのがあった。一方、科学者の側にも軍事研究に協力せざるを得ない事情がありました。戦争で大学の機能が失われていたため、十分な予算と施設がある実験所に期待をかけたのです。すでにですね、もう戦争はもうどうにもならないと分かったもんで、それでその若い人を助けるためなんですね、にそういうところいいところ連れてくれた。しかし、殺人光線の研究は思惑通りには進みませんでした。昭和20年に入ると、日本の上空に頻繁にアメリカの爆撃機が飛来、空襲が続きました。戦局打開を目指す海軍上層部、一刻も早く成果を出してほしいと島田実験所に求めるようになります。爆撃機を電波で撃ち落とす研究には時間がかかると計画を変更。地上から撃つ砲弾に電波の受信機を組み込み、遠隔操作で爆発させる方式を打ち出したのです。この頃、科学者の間にはすでに諦めの雰囲気が広がっていたといいます。でもその頃はね、もうやっぱりね、誰も希望なんか持ってなかったですよね。できないに決まってる。当時実験所に勤務していた梅島美代さんです。兵器開発を焦る海軍と、あくまで研究と考える科学者の間で立場の違いが明らかになっていったと感じていました。学者と軍人の違いじゃないですか。学者っていうのはこれを研究していって何ができるかっていうことの方に
ものすごく真剣だけど、それを戦争目的に使うというようなことをされることに後ろめたいような気持ちがあったんじゃないかと思うんです。で、軍人はもう勝ち負けだけですからね。昭和20年8月、 B-29 が原子爆弾を投下、耐え難きを殺人光線の完成前に戦争は終わりました。終戦とともに軍は研究の実態を隠すため研究資料を焼き、着ぐるいを河川敷で爆破しました。研究資料は全部焼けって言われたのをみんなポロポロ涙を出しながら、私もその辛いですよね。で、一晩中電気釜で焼いてました。殺人光線の計画は実現しないまま実験所は解散となりました。こちらは VTR にもありました旧日本海軍の実験所の模型です。戦争と科学の関係を考えるこの貴重な現場ですが、河川の拡張工事が行われまして、実は今月取り壊されました。しかし地元の工業高校の生徒たちが記憶を残していこうとこちらの模型を作っています。それではゲストです。科学技術の歴史に詳しく、そして島田実験所の調査も行いました国立東京工業高等専門学校教授の川村豊さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。 VTR 見ますと、殺人光線の研究に関わるよう、実に用意周到、これに本当に驚いたわけなんですが、この戦時中の科学者の立場、一体どのようなものだったんでしょうか。そうですね、戦時中であったとしてもですね、実は科学者と軍との間には水と油のような関係があったと思います。当時の日本には。そうですね、その中でまずその別々になったという、その中で、軍の側は、マグネトロンの応用兵器、新兵器ですけれども、それを研究するためにはどうしても物理学者の、協力が必要であるという事情があったと、もう一方で物理学者の方は、そのマグネトロンを応用して新兵器を作る、理論的実験的な知識を持っていたと、この両者の間での関係があったからこそ、実はこの新兵器開発の中で生まれた共同研究がうまくいったのではないかという、そういうことが言えるのではないでしょうか。最初に水と油という話がありましたが、やはり軍は軍で機密事項を取り扱っているので、民間の科学技術者の協力は得なかった、そういうことなわけなんですか。そういうことですね、はい。しかしその後両者の思惑が合致して、そして研究をするようになった。はい、そうですね。そういうふうに考えてよろしいですか。そうですね、はい、そのこと、そうでいいと思います、はい。そうなりますと、その当時軍としては追い込まれている、また一方科学者としてはなかなか大学で自分も研究ができない、はい、そういった中でやはり科学者としても研究できる場所があるということは実は大きい意味があったということなんですか。そうですね、魅力的な場所だったと思います。ある意味では自分の研究の延長線上に、このプロジェクトの内容が見えたんだと思いますね、うん。ですので無理やりというよりは関心を持って、この研究に、参加することができたという、そういう仕組みもあったのではないかと思います。さあ、科学を軍事に使うのか、または民間の技術に使うのか、こちらの旧日本海軍の実験所から考えさせられる話ですけれども、こちらは70年前の話で終わったわけではありません。実は今でも大きな課題なんですね。では戦後科学はどのような道を歩んだんでしょうか。敗戦とともに解散した島田実験所、その同じ場所に戦後海軍出身者が中心となり新たな企業を立ち上げます。友永氏をはじめ数人の科学者もこの企業に関わっていました。電磁波で化学繊維を溶かして接着する高周波ミシン、マグネトロンを利用して食品を温めるレンジ、兵器開発の技術は戦後生活に役立つ技術に転用されたのです。
科学者の代表組織は、戦争を目的とする科学の研究には今後絶対従わないとの声明を採択。友永氏は核兵器廃絶を求める科学者の会議に積極的に参加するなど、平和運動に力を注ぎました。戦争中の経験があったからなおのこと、戦後のそれに対する、まあ、反省ということがいいかどうか分かんないけども、それによってその後の生き方をね、自分の生き方をずっとそれにで決めていったと。しかし、科学は戦争に加担しないという理想の実現は容易ではありませんでした。昭和25年に始まった朝鮮戦争、アメリカの要請に基づき警察予備隊が作られました。戦後、漁船用のレーダーの会社を起こしていた元海軍大佐の伊藤洋二氏、冷戦体制の中、日米同盟を強固にし共同で軍事技術を開発することが必要だと主張しました。日本が積極的に選ぶべき生存の道は科学技術を生かしていくということである。科学技術の先端は軍事技術である。これは人類の最も悲しい宿命の一つである。終戦から22年、科学界を揺るがす出来事も起きました。日本で開かれた半導体の国際会議にアメリカ軍が資金提供をしていたことが明らかになったのです。小型で高性能の電子部品、半導体、テレビなどの電気製品に組み込まれ、重要な研究分野でした。一方で、ミサイルの小型化などにも使えるとして、軍需産業からも注目されていたのです。日本の半導体研究に軍の資金が流れていた事実は、社会に衝撃を与え、国会でも問題となりました。米国陸軍が日本の大学及び研究団体に対して補助をなしておる。まあ、学問の研究が自由だと思いますが、そういう意味でどこからもあまりその干渉を受けてないと。この問題を受けて、当時友永氏が会長を務めていた日本学術会議は、軍事研究は行わないとする声明を改めて採択しました。失礼いたします。物理学者で科学の歴史にも詳しい池内悟さんです。ロボットが戦場で兵器に使われるなど、科学と軍事技術をめぐる問題は今も続いていると指摘します。どんなものでもね、二重の使い方ができるっていうわけですね。民生利用、人の役に立つ、生活の役に立つ、生産の役に立つ使われ方もあるし、一方では軍事利用、人を殺すためにも使われることが、科学者も、軍に協力したという反省をしてきた人たちがどんどん引退して、次々、次の世代、次の世代になるに従って忘れられていくわけですね。研究費が欲しいと、それだったら軍から金もらって何が悪いと。で、特にその時にデュアルユースですからね、自分たちは基礎研究をやってるんだと、使い方は軍隊だとという割り切り方をする可能性があるんですね。友永氏は晩年の講演で科学技術の持つ二面性について警鐘を鳴らしていました。いい方に変えることもあるし、悪い方に変えることもある。無条件に科学、あるいは技術っていうものが本当に人間を幸福にするかという
そういうことを今一度よく考えなくちゃいけない時が来ているんじゃなかろうかと。河村さん、はい、この友永の科学が本当に人間を幸せにするのか今一度考えなければいけない、実に重い意味を持つと思います。いかがですか。はい、そうですね、若者の関心を兵器開発に向けないようにしたのではないか、こう考えたらどうかと思うんです。友永は、戦時中の自らの経験を戦後になってほとんど語っておりません。ですので、まあ、今の話は推測なんですけれども、戦時中に、まあ、彼は否応なく、兵器開発に携わり、ある意味では兵器開発に関心も示したと、こういう自らの、経験があって、それを踏まえてですね、戦後に、若手の研究者が、まあ、同じような形で、兵器開発に関心を持たないような形の工夫をある意味では自ら防波堤になって作り上げたというふうに考えていいのではないかと思います。一つ気になるニュースがありまして、東京大学大学院の理科系の研究家が去年12月、軍事に関わる研究を禁止するとしていたガイドラインを見直しました。こちらをご覧ください。軍事利用、平和利用の両義性を深く意識し研究を進めるという内容に改めたんです。でガイドラインでは研究の行き過ぎにも歯止めをかけていますが、この研究家では軍事に関わる研究を一定程度行えるようになります。これについて文部科学省は東京大学が自主的に判断されたことで尊重したいとしています。河村さん、この動きをどう見ますか。難しい問題ですが、何を目的に科学研究をするのかが改めて今問われているのではないでしょうか。戦争が科学技術を発展させた、これは、認めなければならないと思います。その一方で、戦争のない時代、平和が科学技術を発展させたというこのことも、戦後日本の70年、を振り返ってみると、日本自身がある意味では生きた証人になっているのではないかと思います。確かに各地では戦争がいろいろありますけれども、はい、この70年間日本は確かに平和でありますし、また戦争を起こしていません、はい、そういった意味でも実に大きな例ということですね。そうですよね、はい。その中で、今優秀な研究者が、どちらの方向に、関心を向けるか、軍事研究に向けるのか、あるいは今我々の人類が直面しているような地球規模の大きな課題に、この科学者の研究関心を向けるのか、こうした問題が今我々に突きつけられているのではないかというふうに考えることができるんだと思います。科学というのはこれから先も私たちの生活をより便利にして、そして豊かにしてほしい、そういったものであるべきだと思うんですが、はい、そうなりますとこれから先は一体何が求められると思いますか。そうですね、研究者は、その性分も含めてですけれども、難しい問題があって、その問題をこう解決するということにある意味では喜びを感じるんだと思います。ですから問われているのは、今の日本に、あるいはこれからの日本に、どのような研究課題を、その研究者に解いてもらうのか、その研究者に、どういう、解決をしてもらうのか、そういうことを考えることが必要だと思います。その点で、今問われているのは一般市民の方の力なんではないかというふうに思います。つまり私たちがしっかり科学を見つめていかないと、科学者の人たちも実は何をテーマにして次研究するのか、それを科学者たちに選ばせる、そういった意味もあるということなんですね。そうですね、ですので鍵を握っているのは一般市民なんではないかというふうに思います。今日はありがとうございました。